キノコ3匹1匹生きてるし出てきカステヤノス刑事。誰かの記憶。うなされていたようですが、悪い夢でも。うん。俺らと同じ気持ちだったよ、今。はあ、でもため息から始まるわな。ここやる。ズン。ズン。ジャオン。イエス。5万5000円も溜まってるよ。記憶というのは曖昧なものです。時に記憶は書き換えられてしまう。だね。だからこそ大切に扱うべきです。くそめちゃめちゃゴキブリ湧くやん。どうも、新しい場所です、うん、来たわ。ヒットした敵のダメージ量を増やすことができるレベル5では攻撃時に炎のダメージが深さ、これでパーンって撃った時についでに火もつくから絶対に死ぬっていう。だから敵が3体一直線になったところをパッて言ってば3体一気に行くんだよね、確かね。さあ行こう。じゃあ行こう。どこに行ってたとこだ。多分さっきのそっちじゃないとこ。おーい、このプログラム、あるか、あるかも。失礼します。キーとかも変わるな。こっちしか行けないですよ。あ、あ、どうも。ザ、来ました。待てよ、あの建物には見覚えがある。分解。来たことはないはずだが。なんだろう、俺もなんか見覚えがあるな。うん。よし、行くぞ。行け。今回の山場の一つ、おしんろ。おい、待て、畜生。ああ、あのゲームで見たことあるんだね。ん？キーパーのさ、武装ゲームみたいな。そうそうそう。ここのところでちょっと見よう。あっちよね。あ、セーブポイント、あ、はい、チャプターシー。今度は一体、ついでに俺パソコンバージョンでやったのよ。追加ダウンロードコンテンツ全部パソコンでやったのよ、うん、超面白いよ。ただプレステ4版でも買ってエルさんにやらせようかなって気がするのよ。なんて、あの3つぐらいあるじゃない、ストーリーが。キーパーと今度同じやつ。ああ、そうだね。同じのやつは難易度は別に上げなくても、3つほどなんかしなきゃいけないみたいな。上の方、これ血が入るんですね、あそこに。血かな、わかんないけど、それをですね、まあ、やっていくために向かうということでございます。もちろんですが敵はいますよ。警戒しつつ頑張っていきましょう。敵はいると言われてもね、うん、テーブルのあれ何関係ないの。瓶ですか。瓶ですね。
大事ですよ。なんかメモ帳みたいなのがありますよ。新しい世界に入る方法を見つけ、何もかもそこにずっと目の前にあった。なぜ今まで気づかなかったのか。うんとして自分の怒りを覚える。一つ精神の方が熟せるのに思い通りにする方法を覚える。今はやるべきことを覚えて、その以外の時代を失った全てを覚えます。教授ご飯だった。瓶が出られてる。あー、いますね。いますね。今日もいますよ。元気ですね。私はいますよ。あら、一周するやつとバレましたね。お、なんか、あ、え、おい、フードでーす。ルビックさん、ルビック来たね。ルビックの出現についてですね、はい、室内では画面が全体的に青色とプラス BGM が変わると、うん、オッスってきます。オッスってくる、うん、でルビックが時間がある程度するとですね、時間がある程度経過するとたびたび襲ってきます、はい、長いするとコンヌズワっていっぱいきます。何度も何度も来るようになってきます。まあこれですね、話ライフゲージが満タンであっても捕まると一撃死です。死んだ覚えがありますので、ね、何遍も。ただ一つ言うのは、やることが終わったら一回ずつ戻ってセーブは大事ということでございます。でランダムなんだね、あれは。バレなきゃ背中一匹ぐらい受信できるかもしれないけど、バレなかった、バレます。爆発するかもしれないけどダッシュすれば大丈夫。早っ。もう一匹いるよね。もう一匹どこ行った。飯食ってるのかな。来た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 。いやー早い早い。一回逃げちゃう。あ、ルビック来た。ダッシュで行っちゃえ。ほとどき。あー、ドゥン。ルビックさんこんばんは。そう、もうルビックでーす。あ、かぶっちゃったもん。一回別のとこ行ってみたら、いろんなとこ見てみるとかさ、うん、行けるところから順々に行くっていうのもまあ一つの手ではあるわな。さあ、まあ上にもあればそっちの方面もあるはず。上はまあいろいろ扉あるけどね。そこは OK。 左の方になんかやりました。ダイヤルです。ホールドギロチンですね。こんなもんですかな。ですかな。ここはダイヤルがあっただけかな。来ちゃったわ。来ちゃったわ。開くんじゃん。そこ来た来た。何すんの。グワッと回って逃げればいける。おお、すごい枠した。時間経過なのかそれとも、うい、時間経過なのか何なのか。境があいつはもう随時ワープして飛んでくる。離れすぎると時間経過で消えるのかな。うわ、早えな。あ、消えた消えた。怖っ。もう逃げまくるしかないね。まあ、ついでに言うとありますね。あ、ショットガンだ。してもさあ、本当に怖いんだったら一回戻るか。戻れる。ここから猛ダッシュ。あ、うん、くそ。上の赤いランプ撃って。あぶねえ。ミリもいいところだ。セーフね。急に来るでしょ。あと、ジャン。笑われたよ。笑うよ。人のこと笑うのは良くないと思うんですよ。俺らは笑ってもいいのにね。敵を。さあ、あー、そうですね。あの暖炉の中に行ってもらって。暖炉とは思えない。さあ、その奥にね、あなたのやるべきことがあります。
なんだこれは。さあ、今回ですね、このゲームプレステ4版普通に買ってるんでね、あ、どれな、あのこういう感じの脳みそになっていますが、ゴアモードですが、人の方脳みそでやるかな。実験番号 71B 電極 1A の2。これ何を、感情と記憶を使った不変動体、恐怖を感じるこの領域に刺激を与える。ピンを刺す、ピンを移動って書いてあるんだけど、ちょっと一回目で見たら周辺を見てみて、これ通り、これ通りにやってくれみたいなのが書いてあるはずなのとかに。もう12、実験番号 71B 電極 1A の2。あ、感情と記憶を司る変動体、恐怖を感じるこの領域に刺激を与える。やっちゃえ。危険者は私と感覚を共有。何か動き出した。ということでね、はい、これで OK。これをあと2回確かするのかな。父さん、あなたの死に顔にどれだけ満足してるか。父さんは思ってたんだろう、閉じ込めておけば僕の存在を消せると。僕が見えなければ僕はいない、そう思っただろう。だけど僕は消えはしない。戻ってきたよ父さん。蹴り飛ばしとかないと。いやー、失礼しまーす。うるせー、危ない。マチはどれぐらい、あと1本、あと1本、怖えいやー、まあどこなんだろう、マッチぐらい。わあ、タイミング悪い。確かにバカするよ。あとついでに言うと、そこ入るんじゃない。おうわ、別ルービー、いやー、いやー、ユーザン族様。おお、すげえ、マッチ代わりになった。すごいね。刺して勝つ、もう。あれ、これってさ、こっちで帰れるの？帰れんじゃない？わかんないけど。いや、帰れないかもしんないけど、アイテムがあるんでしょ。見せて。敵がどこに行くから出てきたの？あそこかな？あの、オープンする場所。どっから来てんの？あ、扉開いたんだ。そこの扉が開いたんだね。マジョリー帰ってきた。一回セーブしてちょっと戻ったらいいんじゃない。絶対アイテム書いてあるけど、絶対あそこがあれ、死んでたでしょ。一回セーブ。ルビックさん怖いです。開けてくる。いらっしゃい。うわ、2体、任せ。あ、引くた。おお、ね。あ、大丈夫。ムーン。